んにちは、ゴッドコータンです。僕は最近よくニャンコ大戦争の動画を投稿しているんだけどね、コメントとかにこういうコメントがあったんだよね。それがこれだ。質問です。未来編参照がなかなか勝てません、どうすればいいですか？パーティーは猫モヒカン、狂乱の猫ビルダー、ゴム猫ヌンカンヌンヌンカンヌンです。コータンはどんなパーティーで攻略したのかを知りたいです、とのこと。そうだね、僕はニャンコ大戦争をよくやってるから、コメント欄にもこういうステージがクリアできないんだけどどうやったらクリアできるかなみたいな質問がいっぱい来てるんだよ。だからそんな人のためにゴッドコータンがどのようにしたら楽にクリアすることができるのかっていうのを伝授していこうか。ではまず最初、未来編の3章だってな、行ってみようかな。未来編の3章は日本編を全てクリアすることがまず前提条件だな。お宝を全て集めないことには未来編に出てくるような敵とはまともに戦うことができないからね。でもって未来編の3章をクリアするってことになったら、未来編2章までは全て宝を集めてることも前提だ。でもって未来編3章のどこが勝てないのかよくわからないけれども、まあ多分好きかな。リスナーさんはこの編成でクリアしようとしているらしいな。まず1体目、猫モヒカン。こいつは安価な壁だね。僕はやり込んでるからプラス値が90だけど、未来編3章攻略中ってことはおそらくはまだプラス値60とか40とかそこら辺だと思うな。まあでも安価壁だから体力とかは正直どうでもいいと思うわ。で、狂乱の猫ビルダー。これ多分大狂乱の猫モヒカンに進化する権限持ってないでしょ。大狂乱猫とかをね、攻略したらそういうのできるから、まあそこ頑張ってください。で、ゴム猫。これ3、ちゃんと第3形態。狂乱の猫壁、こいつも第2形態だね。で、猫キョンシー、こいつは絶対に生き残ることができるから優秀な壁として活躍できる。これはいいですね。そして猫ラーメン堂。なるほど、プラス値にもよるけれども猫ラーメン堂はなかなか優秀な壁だからね。で、あとスターエイリアンとかエイリアンに強いようなギガポルト、エイリアンに対して動きを止めるってやつだな。それとメラバーニング、エイリアンに打たれ強くて超ダメージだ。それから僕クロキャス持ってないから同じような性能のクロアスカ使うけど、クロアスカね、多分第2未来編3章だからレベル30とかでしょ。僕レベル60だから参考にはなんないと思うけれども、まあ一応こいつ使っとく。あと白無垢の御霊、全属性からの妨害を無効化しつつ相手ら全員に鈍足を付与するっていう限定キャラクター、いいキャラクター持ってんじゃん。ただね、僕がもしもこの編成にケチつけるんだとするならば、壁が無駄に多いよね。あとエイリアンを対象とした属性の場所でしょ。もしも使うんだったらね、この猫サテライトってやつ使うといいよ。持ってるかわからんけどね、この猫サーチ MK2 ってやつ、こいつエイリアンに対してめっぽう強いから、エイリアンがたくさん出てくる未来編とか宇宙編とかでは間違いなく活躍できると思う。だから未来編宇宙編今攻略中って人は絶対こいつを進化させよっか。で、ゴム猫外そっか、足遅い。でこいついるよ、これでもう完璧だ多分な。あと難しいステージって妨害不足なことが多いからね。デビルサイキック猫、第2形態だとこのネオサイキック猫ってやつだな。こいつも入れてあげよっか。こいつを狂乱の猫ビル、あ、こいつと交換しよう。こうすることによってエイリアンに対して妨害を付与しつつ相手の進行を抑えることができると。まあ僕はさ、宇宙編とかの宝も全部持ってるから楽勝にクリアできると思うんだけれども、あくまで参考の例として。お、待って、違うわ。コメントであった。ニューヨークだって。ニューヨーク？月じゃないのか。あー、こりゃ失敬。早とちりしたわ。こういうのが出んのかな？あー、メタル属性と強そうだね。波動を出してくるエイリアンの豚が出てくる。あー、なるほどね。だったら、もう全然変わってくるわ。こういうのだったらね、こういうステージがいいと思う。狂乱の猫ビルダー。あれ外して猫タコツボ入れてください。このキャラクターはね、第3形態にすることによって波動ストッパーという特性があります。波動をストップすることができるんですね。もしもこいつをまだ進化できていないよって人になった場合は、波動に対して強いキャラクターだね。波動無効の特性を持っているキャラクターを入れるといいよ。具体的に言うと、波動に強いキャラクターだよね。ただ、未来編3章を攻略中とのことはあるから、EX キャラクターとか多分持ってないでしょ。もしくはこの猫マシン滅、こいつエイリアンに打たれ強くて波動ストップ持ちだから、こういうのを入れた方がいいのかなって思うよ。持ってるかわからないけれどもね。とりあえず波動に対して強いキャラクターを入れることだ。波動無効っていうアイコンがあるキャラクターを入れることによって波動がうざったい敵に対しては対処することができるからな。まあ参考になるかわからないけれども、とりあえずやってみようか。いざ出陣だ。そしてね、君ニューヨークを攻略しようとしていたでしょ。波動を出すタイプの敵に対して最初に出したような
編成だと無理だよ。壁がたくさんあるとね、その壁を起点に波動をバンバン出されてしまうから、かえってこっちが不利になる。波動をたくさん出してくるような敵に対してはあえて壁の数を減らしてみよう。そしたら波動を透かすことができるんだ。相手が攻撃をしても味方のキャラクターに攻撃さえ与えなければ当たらなければ波動が出ることはないからね。むやみやたらに壁を出しまくると、もうそこら中に波動のね放出源があるわけだから、ベン攻撃、壁たくさんあるから壁に当たる、波動バーンって出る、壁全部崩壊して、で全部ブチャブチャになるわけですよ。だから波動を出すような敵の場合は絶対に壁は出しすぎないことってことで、僕はレベルが高いのでレコナーメンドを1体でここまで来ることができました。普通はこういうことできないと思うけどさ、まあ見てないよ。こうやって別に、おーやってきたね。そう、このメタルな敵がいるのにあなた、クリティカル要因入れてなかったでしょ。クリティカルっていうね、パコーンっていう攻撃。あれがなかったらメタルな敵に対してのダメージは全部1になってしまうからね。だから良くないよ。あ、ごめん、僕じゃ多分参考になんないな、こりゃ。あ、そしていっぱい出てきましたね。で、こういうね、猫サテライトとか、あと猫ジュラサウルスとか、シドミタマってやつもいいな。これ持ってんのはでかいぞ。で、こういうのを、この猫サテライトとか、あと猫キョンシーとかだけを出しつつ、守ることさえできてしまえば、波動なんてお茶の子さいさいよ。ただ、僕はもともとキャラクターのレベルが高いため、そっくりそのまま真似したとて、まあ、攻略できるかってのはわからないけれども。とりあえず、アドバイスはあるとするならば、波動に対して強いキャラクターと、波動を出すキャラクターを相手するときは、壁はあまり出さないっていうのが、コツだな。ってことで、ニューヨーク攻略頑張ってくださいね。いわゆる子羊ちゃん、一人目のお悩みを解消できましたと。僕の中でな。質問二つ目、お悩みだね。地獄門ってどこでチャレンジできて、どのような用意が必要ですか？なるほど。地獄門はですね、こう、みんながいるような日本編、宇宙編とかのこういう場所あるでしょ？この矢印マーク、左上のこの矢印マークタップしてもらって、こういう画面に行って、右側にスワイプすると、レジェンドストーリーってところに行きます。ここクリックしてもらって、地獄門が開催していれば、ここら辺からチャレンジすることができるんだけれども、ただ、地獄門とか、ああいうね、降臨祭って言うんだけど、ああいったボスが出てくるのって、週替わりというか、日替わりなんだよね。3日に1回ぐらいの感覚でステージが入れ替わったりするのよ。例えば今日なんかは地獄門が開催されていないみたいだから、チャレンジすることはできないって話だな。じゃあどうやって、いつでもどこでも地獄門をチャレンジすることができるんだろうってなった時に、こちら、解放中というボタンがあるんで、ここをクリックしてもらおう。するとね、1日1回だけクリアすることができる猫ビタンというアイテムを消費してチャレンジすることができるステージがたくさんあるんだよ。ここだったらいつでもどこでも降臨祭のキャラクターと戦うことができるって話だ。そう、君が望んでいる地獄門もね、ここ地獄門、猫ビタン B っていうアイテムを1つ消費することによってチャレンジすることができるっていうステージだ。でもって、ここは赤い敵と、それからダチョウっていう水属性のキモい敵が出てくるんだけれども、そういったキャラクターが怖いんだよね。だから、そういったキャラクターに対する対策を練っていこうかなっていうふうに思う。でさ、もしこういうので、持ってない超デキリアとかを使って、こういうの入れたらいいよ、みたいに言ったってさ、多分、参考にはならないと思うんだよね。だから、無課金でも攻略できるような編成を考えよう。こんな感じでどうでしょうか。もう殴り合いって感じだよね。本来であればネックアップルっていうキャラクター、こいつ使ったらすごい楽にクリアできるんだ。赤い敵の動きを止めることができる。待てよ、普通にレアチケット使ってガチャ引いてたら、で地獄門攻略できるぐらいには進んでるんでしょ。だったら別に激レアとか使っていっか。ネックアップルぐらいなら使ってもいいよね。じゃあ編成変えよう。まあ、こんな感じかな。編成といたしましてはですね、大狂乱の猫モヒカン。まあ、こいつは別に狂乱の猫モヒカンでも大丈夫だよ。だからこいつにしておこう。大狂乱のゴム猫。こいつは別に狂乱の猫壁でいいや。でもって、大狂乱の猫島。こいつは大狂乱にした方が戦いやすいな。赤い敵に対して強いんですよ。で、猫島。こいつもね、第三形態にした方がいい。ただ、このレベルが低めだったら別に使わなくてもいいのかなって思っちゃう。そして、猫飛脚。こいつはですね、ちょっと特殊で入手方法が。まあ、入手方法は覚えてないんだけど、多分こうやって入手するんだよね。
で、それでなんか進化素材とかも特殊で、未来編クリアした人が持っているのかどうかわからないんだけれども、持っていたらすごい活躍できると思うから、飛脚猫入れておこう。赤い敵に対して超ダメージが強いよ。で、猫キングドラゴン。こいつはね、ダチョウを処理するためのキャラクターだね。射程が長いから。で、猫アップル。赤い敵を、動きを止める。で、ボスが赤い敵だから、こいつ使って完封できる。猫極上。赤い敵のに打たれ強いですよ。で、あと、猫ムートと、あと、ついでに猫ウルルに入れておこうか。ここをクリックしてもらえればね、その猫ボンつって、最初からレベルマックスの状態で、お財布のレベルマックスでね、攻略できるから、そっちの方が楽だね。一応、マックスにしとく？いや、僕はマックスにしないけどさ。行こうか。実際ね、僕も、攻略当時は、この、地獄門攻略すんのにむちゃくちゃ苦戦を強いられた。4年くらい前かな。おばあちゃんのお家にいたの覚えてるわ。そこで地獄門クリアしようとしてたんだけど、全然クリアできなくて、リアルで1週間くらいチャレンジしてたな。で、こうやってやってきたところをね、まあお金を4500円くらい集めよっか。たくさん敵が来ると思うけれども、そこら辺は適当なこういった量産壁というか、量産アタッカー使って、ベベっていなしてあげましょうか。あ、ベベっていなしてあげましょうか。で、この、おー、来た。そうだ、イノシャシが出るんだった。キモいよな、イノシャシって。イノシャシは気持ち悪いので、この、ネックアップルとかを適当なタイミングで出して、あ、さっさと、倒してしまいましょうか。こういう時にね、この、飛脚猫、使うと便利なんだよね。足速いし、赤い敵を瞬時に片付けてくれるから。で、あと、この地獄もね、この、赤ら顔だけ、でっかい顔いるじゃん。こいつの攻撃を耐えてくれるんだよ、ネックアップルがプラスチある程度あった場合。だからガチャでネックアップルが出た時は NP にせずに普通にプラスチとして運用した方がいいよね。後々お得だよ。ダチョウが来ましたね。ダチョウさんは非常に厄介なので、猫キングドラゴンとか射程の長めの敵を出しつつ、ウリル、こいつ持ってる？持ってなかったら、射程ちょっと長めの超激レアとかいた場合、それ使った方がいいわ。で、このウリルさん使ってダチョウを適当にいなしましょうか。僕、狂乱の壁とか使ってるからさ、普通にレベル50までしていたら、僕と同じような戦い方ができるんじゃないかなっていう風に思っているよ。ちなみにこのネコウリルのレベルも50です。ここでウリルはレベル40くらいなんだろうけど、僕やり込んでるからレベル50までできてるんだよね。で、このネコウリルは無属性、あ、メタルな敵以外の敵の、をすべてたまーに吹っ飛ばす妨害入れてくれるから、もちろんダチョウに対してもその妨害は有効ですよ。で、こうやって適当に攻撃してもらって、で、もし倒せそうになかった場合は泣きべそ書いてもらおうか。で、このダチョウさんは倍率が 100% なので、まあ、そんじょそこらのダチョウ類かは弱い部類ではあるものの、まあ、腐ってもダチョウ、なかなか強敵っていうのは変わらないな。で、イノシャシが出てきました。猫飛脚出して適当にいなしてあげましょうか。お金もね、おー、ダチョウ倒しましたね。お金がね、これ結構、大変なんだよな。コストはだいたい、そうだな、4000円前後をキープしつつ戦うと戦いやすいよ。戦いやすいというか、まあ困りはしないよね。で、猫アップルたくさん出して妨害をしつつって感じですね。猫アップルはこのステージにおいて結構重要なので、持ってないよって人はレア付き集めて引くなりしてください。もしもそれができなかった場合は、滅法強いコンボってね、ニャンコンボ組んで、で、赤い敵に対して滅法強いっていう特性を持った敵を適当にベベって出すことによって倒せるかもしれないよね。僕はそうやって倒したような気がする。まあ、あれだな。レベルの暴力って感じしちゃうな。本来こんなにうまくいくもんじゃないんだけどな。他の人の実況とかでさ、ネコアップルをタイミングよく出して、その間をネコムートでベチベチって殴るのがいいですよとか聞くじゃん。僕そんな器用なことできねえんだ。だからこうやって勝っちゃう。で、地獄門の攻略した報酬は、ネコエクスプレスっていうめっちゃ使い勝手がいいキャラクターですよ。ってな感じだな。もしもみんなが攻略できずに困っているよっていうステージとかあったらコメント欄とかに教えてくれると僕がそのステージをちゃちゃっと攻略してでその攻略している様子を見て参考にしていただけたら思っています。ってことで今回はここまでチャンネル登録と高評価よろしくね。本当は奈落門っていうステージ攻略できないんだけど助けてっていうねコメントもあったといえばあったんだけれどもね。まあたまたまそのステージが開催されていなかったんですよ。
奈落門のようなむちゃくちゃ難易度の高い降臨ステージは、さっき言った猫ビタンのステージではね、チャレンジすることができないんですよ。だから今日動画にすることはやめた。できなかったからね。ちなみに奈落門にいるのはこいつです。アカメガオウというね、さっきのアカラガオウの別個体、亜種みたいなやつです。赤い敵と黒い敵の複合タイプで、で、こいつの攻撃に当たると吹っ飛ばす妨害を付与されてきます。動きを止めるも無効化するので、厄介極まりないですね。こいつを倒すときは、覚えてねえや。なんか、ベベってやった気がする。めっぽう強いコンボとか混んでさ、ババーンって倒して、ベベってやろっか。覚えてねえ。今度やるわ。